こんにちは、ゆうです。無課金非属性縛り、あ、パズドラのお時間です。無課金非属性縛り、芝居の丸、やっていきたいと思います。髪の毛切りました。生放送でお披露目したんですけど、はい、こんな感じになりました。はい、今日やっていきたいのはですね、無課金でね、アカウントで、バレリアを、この芝居の丸でね、本当にね、もう何も持ってないんですよね。ちょっとお見せしましょうか。はい。今持ってるのがですね、無課金非属性縛りにもかかわらずですね、なんと非属性のキャラをね、一体も持ってないということでですね、これはもうね、このままじゃね、終われないということで、多分ね、パズドラ運営さんならね、12月に100個ね、また配ってくださると思うんですがね、ユーザー情報、購入履歴、はい、無料配布20個貯めましたので、はい、こちらで、はい、2回挑戦していきたいと思います。あとね、ガチャ引き終わった後にね、ちょっとね、お願いがあるんで、最後まで見ていただけると幸いでございます。はい。じゃあ、留学士ガチャ引いていきたいと思います。ダイヤ、バレリア。よし、こっから。なんでね、非属性縛りなのにね、こう、闇とかのね、ちょっと優秀どころがね、出ちゃうんだろうね。難しいね。はい、じゃあ、これラストですね。はい。もうほんまに、もう意思回収できるとこもう回収し尽くしたんで、よし！あ、止まっちゃった？じゃあ、テオールでお願いします。やったぜ。いやー、これはちょっとね、ちょっとこれ、非属性のね、他色ではね、めちゃくちゃ嬉しいんですよね、これ。さすがにね、操作時間 2.5 秒を奪うほど、リーダーとしてね、使ってね、ド M 体質ではないので、僕もそんな、自分のパズル力は理解しているので、そんなド M 体質ではないんですが、強いということで、武器もめちゃくちゃ強いということで、これは非属性の他色に、はい、入れたいと思います。はい、そして、お願いがございます。生放送ね、参加してくださっている方はご存知かと思いますが、最近、僕のチャンネルを、通報しましたという、コメントをね、残していかれる方がおられます。本当にもうご迷惑なの、ご迷惑じゃなくて、迷惑なのでやめてください。その理由も、基本ね、マルチの参加、早打ちということで、それで、お願いしております。いつも普段からね、別に次参加しますとか言われても、言っていただいても、それはありがたいんですが、基本女性問わず、本当にもう早打ちで優先させていただいて、同じ方は最近もう2回連続かね、控えてくださいという、お願いしているところであります。それはもう本当に、もうそこはもう、ご理解ください。どうかご理解ください。そして君のじゃない、あなたの様の、ご機嫌を損ねたことは、もう、大変申し訳ございませんでした。でもね、本当に、ね、やっぱりみんなが楽しむ場なんで、もう本当にそういったコメント、本当にやめていただけると幸いでございます。皆さんもね、気持ちよく、楽しくパズドラしようという場を、が欲しくて、この配信を日曜日にしているので、そこら辺は、本当に、もうお願いします。はい。もうこの話はこのままで終わっておきましょう。本当に次、コメント、そういったコメントがあった場合は、しかるべき対応をさせていただきますので、本当に、もうよろしくお願いいたします。それではね、ちょっと大人の話が出ちゃいましたが、はい。ここで、無事にね、テオールも弾けたということで、ハッピーエンドといたしましょう。それではね、はい、また次回お会いしましょう。バイバイ。